桜号鹿児島中央行きです。山陽新幹線小倉駅です。559号、この孫岡山行きです。8号車なんかね、壁が剥がれてましたね、ちょっとね。ペンキ塗ってたけど、E15 編成。なんか当たったのかな。経年劣化かもしれない。のぞみ48号東京行きです。X60 編成。次は徳山駅の停車ですね。のぞみ48号東京行き発車してきました。ではこの辺で今日は撮影は終わります。ありがとうございました。ひろゆき Z でした。ハイヌ塚行きの普通列車、快速列車、急両編成長いな。
ひろゆきジェットです。今ね、宇佐市の和島町、宇佐市の和島から国道500号線を走って、もうちょっと行ったら別府に行けるっちゅうとこかな。ちょっと今からね、別府まで走っていきたいと思いますんで、交通量少ないって言ってたけど結構走ってるね、この人。もう時間もだんだん夕方になってきて、寒くなってきちゃうからな、ちょっと早めに別府まで行って、はい、じゃあエンジン始動調子悪いね、相変わらず。キャブレターのファンデルの吸い込み音の音が聞こえるでしょうか。ちょっと変わりましたからね、マフラーも変わりましたんで、ちょっとじゃあスタートしていきます。左スピーカーの音聞こえなくなったな、なんか。丸太の石橋、おお、道がなんか良くなったぞ。ここだっか。あ、とても気持ちいいですね、走っててね。燃費が悪いな、もう満タンに気もしたのにね、さっきしたのに、もう燃料系が下がってきてます。須崎の滝、別府まであと22キロここですね。はい、別府市に入りました。